イブ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。2月4日木曜日、今日はですね、明日が2月5日が、トリマンね、独立記念日、丸14周年、15年目にね突入するメモリアルの、前の日で独立記念日ね、イブなんですけれども、まあ今日もね、朝から、仕込みしてですね、お弁当をね売ってまいりましたけれども、出勤するときはね雨降ってなかったんですけれどもね、仕込みしてたらですねブワーッと降ってきて、ああ終わったなーという感じで、まあそれまでね雨持つかなという感じだったんで、結局ね作った数が昨日とね同じ26個作ってたんで、うわこれは今日はやばいかなと、20ぐらいで抑えときゃよかったかなっていうような感じだったんですけれどもね、まあ案の定ね、苦戦しましたね今日は。まあなんとかね後半、バタバタっと売れて、まあいろんな方がね、今日も Facebook のお友達、Twitter のね、フォロワーさん、トリマのね常連さんで、ご近所の方、まあいろんな方にね、ご支援いただきましてね、なんとかで最後はねもう最後の1個ね本当にめちゃめちゃ苦戦してたらですね、まあ今日も1個余ったなと、しょうがね自分で食うかぐらいのね感じで、もう半ばね諦めかけてたんですけれども、そんな中ねヤマトタクシーの運転手のねお姉さんが、パッと止まってですね、目の前車止めて、買いに来てくださってですね、でうわー完売できたと思ってね、今日はもう何やったら途中ね10個ぐらい余るかなぐらいのね勢いでやらかしたかなっていう感じだったんで、本当にね今日はね売り切れて感無量でしたね。本日ね、ご来店くださってねお弁当買ってくださった、皆様、本当にねありがとうございました。で、今日はですね、まあ仕込みしてたらですね、夕方の夜のね仕込みをしてたら、花屋さんが来られてですね、はい、高校の豊良高校のね同期のみっちゃんがね、毎年ねお花をくださるんですけどもね、今年も立派なお花をね、くださってですね、本当にもうありがとうってすぐ電話しましたけれどもね、はい。でお店ねオープンして、今日もね、常連さんがトリマンカウンターをね刺繍してくださって、まあそんな中ね、親友のね不動産を奥さんとね、娘さん2人とねちびちゃん2人と、4人でねご来店くださいまして、で昨日か、今日のね朝かな、2月4日はね不動産王のね、夫婦の結婚式記念日でね、何年ってたかな、もう9年目らしいんですけどね、結婚して9年らしいんですけれどね、9年前結婚式ね、呼ばれて行ってリーガでやったなぁと思いながらですね、まあ、感慨深くて、でそうこうしてたらですね、夜お弁当やってくれよっていうね常連の社長さんがねいらっしゃったんですけれども、その社長さんがですね、不動産王の結婚式のね、スピーチをね、不動産王側のね、新郎側のスピーチをねしてくださった社長さんで、結婚式ね、記念日の日にね、まあなんちゅう偶然かなと思いながらですね、またね感慨深かったですね。まあ、当時のね、お二人のね、写メをね娘二人に見せたらびっくりしてましたけどね、うん、で、不動産王にねケーキいただきました。トリマン君14周年おめでとうとね、ちょっとね1日前ですけれどもありがとうございました。でね、娘さん2人がね、ハッピーバースデートリマンをね歌ってくださってね、後半ねちょっと、一緒に遊んでくれたりしてね、なんかもう2人ともねだいぶ明るくなってね、よう喋るようになったなと思ってね、ほんとねいつ見てもね不動産王ファミリーはね、まあ、理想のね家族だなと思いながらですね、
憧れをね持っておりますという感じですね。で後半ね、後半というかその後ね、たまたま、お花くださったねみっちゃんが、ご来店くださってね、まあ同期3人が揃うというね、ミラクルもありながらですね、お礼をね言いまして、まあでも昨今のね下関のね状況、コロナ禍でね、まあほぼねゴーストタウンとね化してますけれども、まあ情報通なんでね、みっちゃんがまあいろいろ街の様子をね聞きながら、まあやっぱどこもねしんどいなというね、やっぱりどこも人が出てないなというようなね、感じでしたね。はい、まあそれはねもう今更言ってもしょうがないんでね、まあそんなもんかという感じでね、やっております。はい、というわけでね、もう最後、みちょもねがっつりやってくださって、本当にね今日は、同期のみんなとね、昼間はね、昼間もねたまたまねもう多分ご飯食べてたんだと思うんですけれどね、豊良99期、我々ね99期なんですけれど、99期のね総大将のね山田氏が目の前に通って、一回通ってね通り過ぎたんですけどね、また戻ってきてくださってですね、余ってるっていうかね、まだ10個ぐらい余ってる時のね弁当ですよね、もう多分ご飯食べてたと思うんですけれど、買ってくださって、ね、2個買ってくれたんかな、1個だったかな忘れたけど、買ってくれて、奥さんにね、持って帰ってあげるということなんでね、わざわざね、もう買ってくださってね、もう申し訳ないなと思いながらね、ありがとうというね感じでした。なんでね今日はね久しぶりにね、同級生に、ね、3人もね会いましたので、いい日だったなとね思いました。なかなかね最近本当に地元ね安岡のね同級生にも会えてないしね、まあ豊良のね同期にもなかなか会うね機会がなかったんでね、3人にね1日で会うっていうのもね珍しいんで、いい日だったなと思いましたね。はい、ね不動産王ねファミリーと、みっちゃんね、カップルねありがとうございました。で終わってみたらですね、今日もまあ一応白星ならずでしたけれども、今日もね昼間頑張ってね26個売ったんで、昼間の売り上げを足すとですね負けてるんですけども、まあ一応ギリギリ形になる負け方だったなという感じで、ちょっとずつね、トリマン、売上移動平均線ねアベレージがこう上がってきて、まあ先月のねチャートね、移動平均線と比べるとですね、もう全然ね、まあそれはそうなんですけどね、昼間やってるからまあそれは違って当然なんですけれども、まあ当然と思いながらもまあね、数字がねちゃんと上がってるんで、上がったなと思ってですね、ほっと、まあほっとしてもね、しょうがないですけどね、まあ上がって当たり前なんですけれども、まあ、それでもね、ちょっとずつね、やっぱ行動してね、ちゃんとコツコツとね結果を出していくとね、数字にちゃんと表れて、やってよかったなと、動いてよかったなと、でね、ちゃんと結果が出せてよかったなというね、感じでございます。はい、ね、で今日はですね、明日のね、テイクアウトのね予約もいただいておりましたので、ちょっとね明日、5時台にねご予約を、店内のね、ご飲食の、ご予約をねいただいておりましたので、テイクアウトもやらないといけないし、まあ早い時間にねご来店くださるので、ちょっと、仕込み初間には間に合わんなと、で昼ね弁当を売ってで仕入れ行って仕込みしててやると間に合わないなと思ってですね、まあちょっと閉店後にね、しこしこと、仕込みをね、しておりまして、まあ気づけばですね、ただいまの時刻、3時、25分でございます。眠い、もう目がねしばしばしてます。明日もつかな。で明日もね、元ね同僚さんが、お仲間ねご夫婦が、唐揚げ丼ね、鶏まん弁当唐揚げ丼をねご夫婦で一個ずつね、ご予約くださったんでね、唐揚げ丼ご予約
嬉しいなと思ってね。一応ね作って今日もね売ってたんですけどね、今日はもう1個だけだったんですけどね、意外と売れてね、パッとすぐ売れ切れちゃったんで、あもうちょい作っても大丈夫かなと思いながらですね、で今日ね、ご予約いただいたんで、まあ丼もんがね、丼の入れ物いっぱい買ったんでね、唐揚げ丼はねもう作ってもね、最初ちょっと4個ぐらいバーッとまとめて作ってたんですけれどもね、なんかあんまり反応がよろしくなかったんで、ちょっと数減らそうと思ってね、まあ、目線ね、が変わるようにね2個ぐらいでいいかなという感じだったんですけどもね、今日も昼売ってたら、唐揚げ丼を目当てに来られたね女性の方がいらっしゃって、ああ今日も売り切れちゃったんですよ、まあ、売り切れちゃったんですよって言っても、今日は1個しか作ってなかったんですけどね、あ申し訳なかったなと思いながらですね、まあ今日はですね、昼のね、お弁当も結構ねいろいろバリエーション変えてね、作ってて、あ貼るの忘れてましたね、こんな感じでバッバッバッと。で今日もね、常連のねマダムさんが、まあ応援に駆けつけてくださってですね、お弁当買ってくださって、まあ、そのついでにね遠くから、私がねお弁当振ってる風景をね、しゃべってくださいましてね、LINE で送ってくれましてね、それをね、SNS で上げるときにね使わせていただきました。ありがとうございました。はい、というわけでね、眠いのでもうちょっとこの辺にして帰ります。限界です。はい、というわけで、明日ね明後日5、6と、終日ね生ビール190円の、イクオ祭りを開催しますので、よろしかったらね、ご来店してくださったら嬉しいです、ね、特にね常連のお客様向けの、本当に、14年間 の感謝をね本当に助けてくださってね今がありますので、まあ、そのね感謝の気持ちを還元したいと思いますので、常連のねお客様に来ていただきたいなと思っております。でチャンネル登録の方が167人末置きとなっております。もうねろれつも回ってきておりませんのでもう帰りますはい、明日朝起きれるかな、目覚ましちゃんと起きれますように。はい、ご視聴ありがとう。今日はねグダグダやった。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。眠い。